氷川ワキヨシ、ショーパンから圧巻美脚披露私服ショットに美しい、かっこよくて可愛い、と反響。モデルプレス2024-0822歌手の氷川ワキヨが8月22日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開し、反響が寄せられている。写真、氷川ワキヨ大胆美脚披露のショーパン姿。氷川ワ 散歩姿で美脚アピール。2023年1月から活動を休養し、2024年8月より活動を再開した日川この日は8月17日のガーデンシアターお一人お一人の方に深く心から感謝いたします。と復帰後初ステージへの感想を投稿。また、16日公演が台風7号の影響で中止になったことについて、 16日の振り替公演もお待ちしていますね。ただいま、振り替日調整中でございます、と明かした。さらに、昨日、散歩しました。www というコメントを添え、橋の上での全身ショットを公開。グレーの T シャツとショートパンツを着用し、美しい足を惜しげなく披露している。氷川きよしの投稿に反響。 この投稿を受け、ファンからは、足が綺麗すぎます。かっこよくて可愛い,いおしゃれスタイル抜群ですね。圧巻の美脚などと反響が寄せられている。モデルプレス編集部。ステージ復帰の氷川きよし、散歩しました。カジュアルなショーパン姿の美脚オフショット披露。歌手の氷川きよし、シ、46が22日、自身のインスタグラムを更新。 ショートパンツ姿の散歩ショットを披露した。写真、カジュアルなショーパン姿で散歩を楽しむ氷川きよしの全身ショット、インスタグラムから。8月17日のガーデンシアターを一人お一人の方に深く心から感謝いたします。と17日にデビュー25周年記念コンサートを開催し、1年8ヶ月ぶりのステージ復帰を果たした氷川は、ありがとうございました。 と改めて感謝を綴った。16日の振り替公演もお待ちしていますね。ただいま、振り替日調整中でございます。ともアピールした。また、昨日、散歩しました。と橋の上でのグレーの T シャツ、ショートパンツに黒のキャップ、サングラス、スニーカー姿の自身のショットをアップした。ひかわきよし、すらりび客のラフスタイル散歩しました。 日常のオフショットを紹介。歌手、氷川清キヨシが22日、自身のインスタグラムを更新。やかな美スタイルを公開した。氷川は、8月17日のガーデンシアターを一人お一人の方に深く心から感謝いたします。ありがとうございました。と綴り、復帰後初ステージとなったコンサート、キヨシ・プラス・キーナ。 25th アニバーサリーコンサートツアーキーズナについて振り返った。16日に予定していた公演は台風の影響で延期されており、ファンに向け振り返り公演もお待ちしていますね。ただいま振り返日調整中でございますとメッセージした。さらに昨日散歩しました。www と近況を明かし2枚の写真をアップ。 T シャツかけるショートパンツのラフなスタイルで、すらりとした美脚を披露している。